選手稲荷神社は、九千箱根第二号トンネル上にある、選手稲荷神社は、神奈川県足柄上郡三北町にある神社である。つぶらの村の佐古川沿いに、駒の子という集落があり、一匹の狐が住んでいた。普段は、見晴らしのいい岩の上で、村人のことを見ていて、時々馬鹿したりいたずらをすることもあったが、急な坂で荷車を引いていると一緒に押してくれることも、 あったというしかし、この村にも鉄道が通ることになり、工事によって、狐の住みかもなくなってしまった。鉄道が開通すると、つぶらの村は賑やかになったが、不思議な現象が起こり始めた。線路上に大きな牛が寝そべっていたり、大きな岩が落ちていたりするのである。停止信号を示す、赤く点灯したカンテラが揺れていたこともあった。慌てて、列車を止めて、 機関士や車掌が確認しても、牛や岩やカンテラなどは、どこにもなかったという。ある日、列車が駒の子にあるトンネルを出ると、また線路に牛が寝そべっていた。汽笛を鳴らして通過しようとしたが、牛は動かず、列車とぶつかってしまった。列車を止めて調べてみると、牛の姿は、どこにもなく、一匹の狐が死んでいた。それは、 鉄道工事によって住処を追われた狐だった。村人と鉄道関係者は相談して、この狐を稲荷大名人として祭り、これからは線路を守ってもらうべく、選手稲荷と名付けることにした。伏見稲荷大社からお札を受け、松田町にある沢田神社の神主を招いて、盛大に創建の式を行ってからは、不思議な現象は起こらなくなったという。以後、 毎年4月には、大祭が行われている。東海旅客鉄道御殿場公務区長が採取となり、鉄道関係者や地元住民が参加している。ありがとうございます。